はい、えー、速化時期の久保ですあのなんでねコロナの、まあ、影響とかね被害がダメージがすごく私たちの心を苛いなむのかっていうからくりをお話ししますと、えー、コロナにかかってこんな目に遭いましたっていうふうな被害広告っていうのは、まあ、嫌な思いをした人っていうのはねそうやって発信するんですよ。またた診断書がでできりりとか、ニュースも取り上げるんですよコロナにかかったらこんなことになりますよっていう風にねなるんですけどもでもほとんどの方が無自覚であり無症状なんですよ。 つまり無自覚ですから自分の症状を調べることをしないんですよ。で、仮に何かの表紙にね、PCR 検査を受けたりしても、あなた陽性ですよって言われても何もないんですよ。だから言うことが何もないんですよね。あ、かかっちゃったのあ、そうぐらいのもんなんですよ。そうなるとですね、無症状の方は、じゃあニュースで取り上げられますか取り上げられないんですよ。無自覚の方、陽性であっても何も影響を受けていません。ニュースに取り上げられますか取り上げられないんですよ。 常に一番ダメージを受けたセン,シセンセーショナルな方だけが取り上げて毎日放送されるんですよね。そうすると一日に3人や5人ぐらいそういう重症化した方は見つかりますよ。死亡した方も見つかりますよ。そのニュースを毎日毎日目にすると、あ、コロナにかかったらこうなるんだっていう潜入感ができるんですよね。でも逆にですよ、無症状の方が毎日1000人ぐらい何も起きてませんっていうふうなニュースが連日報道されたらどうですかね。そういった潜入感ができるんじゃないですか。 仮に1万人の方を集めてじゃあその中でねコロナにかかって重症化した人お亡くなりになった方手を挙げてって言ったらものすごい少ないんですよ。それに対してなんか日々怯えますかね。うん。あのこの前私ねがんの検診に行って結局は何もなかったんですけどもがんにかかるイメージっていうのはね多くの方が自覚症状が出て。 それでも忙しいからお医者さんに行けずにずっと我慢し続けて我慢しきれなくなった時にこれはおかしいと思って病院に行ったらあなたステージ3ですよステージ4ですよって言われるんですよだからがんっていうのも無症状のうちに検査をして発見するのが大事なんですよ無自覚のうちに発見して治療するのが大事なんですよですんで私はね もしかしたらこのまんま行ったら何かの症状が出るんじゃないかなっていうような転ばぬ先の杖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 の,杖のだいぶ先のところでね行ったんですよだから何もなかったのは当たり前といえば当たり前なんですけどもこのぐらいの感度で健康診断に来ていただいて精密検査をすれば時間やお金はかかるけども随分と健康を寿命を延ばすことができますよというような結論でしたでも多くの方は痛くてどうしようもなくて我慢できなくてやっと病院に行くんですよね えそして治療の必要があると言ってもすぐに受けるんではなくていやじゃあ来月からお願いしますみたいな感じなんですよつまりは自ら重症化することを選んでるんですよねでがんにかかる人ってのは結局この日本では一番多いんですけどもそんなコロナとか問題じゃないからい多いんですよでもほとんどの人はがんに潜在的にかかっていることを無視しています糖尿病にかかっていることを潜在的に無視しています人人ににが糖尿病ですよなのに なだからこういうふうなバランスをよく知っておくこと確かにどんな病気も侮れません咳が1つ出た時にその延長線上に重病があるってことをね、えー、まさに風邪は万病のもとなんですよ侮ってはいけませんけども侮らないんだったらコロナだけじゃなくて全体的な病に対してもっと可能性の確率の多い伝統的な病に対して敏感になってもいいんじゃないかなと思いますけどもあなたのお考えはいかがでしょうか